これ設定間に合ったのかな、これ。これは、配信されてますか？されてないんですが、誰かコメントください これ配信されとるの？もう全然わかんないや。とりあえず、設定がぐっちゃぐちゃなんやけど、なあ、これどうやってやんの？これ私しか見てない？なあ。なあ、もう。なあ。聞こえますか？お、いい感じやな。ツイートしてないんかな、これって。もういい。とりあえず私は、金のお茶を回したいんよ。金のお茶がどうやって回すんだかわからへん。金のお茶が回したいの。配信中に、何したらいいんやったっけ？どこでなんやろ？でも11時時点で配信中の人だけ対戦しますって書いてあるから、私無理なんかな？もう間に合わんかったやつ、これもしかして嘘。誰か喋ってくれへん。ちょっと繋がっとんのかな。繋がってんのか分からへんな。どうしよう。金のお茶間に合わへんかったし 金のお茶間に合わへんかった。じゃああかんやんな。せっかくもらったのに。
急いでお風呂入ってきた。急いでお風呂入ってきたのに。金のお茶間に合わへんかったんやけど。もう。ショックよ。しかもツイキャス、設定ぐちゃぐちゃやし。なんか違うところで多分、配信しとったな。前のアカウントじゃない？多分これ。どうすんの？ え、どうすんのこれ。どうすんの？とりあえず、YouTube に戻すか。なあ。あ、こんばんは、あいつ、ありがとう。あ、繋がっとんな、繋がっとんやな。いや、これはやばい。全く使い方わからん。え 私、あかんだみたい。11時ちょうどに、おらなあかへんだみたいで、あれ。失敗したなぁ。急いでシャワー入ってないけどな、私。なあ、これ、棒読みちゃんつけれへんのかなあ。で、前も言っとってんやけど。いけそうやけどな。ありがとう。キャスくんやな。冗談やろ？本当に。これ冗談かな？あっつ。え、じゃあ、私も。どうしたらいいの？これ。カテゴリー変えように。いろいろ変えてみようか。一緒？まず使い方が分かってないであかんよな。ツイキャスの。とんでもないことになりそうや。ルーレット回したかったな。あ、ボーイミちゃんいけるわ。多分。待ってな。言ったかな。ボーイミちゃんの音声を入れたら、どれやったかな。お嫁ちゃんどれやったかな？実は私も一人で汗かいとるわー。あ、きっとまた今度ある。嘘。音声出力、あ、違うの。あれ？これないわ、お嫁ちゃんのやつが。熱い。熱い。めっちゃやばい。汗すごい。あれ？これ、棒読みちゃんないんやけど。え？ブラウザー？プリケーションなんちゃらでいいや。ああ、ちょっと。これも YouTube に戻すか。な、そうしようか。ツイキャス、あれやな。
ツイキャス、あれやな、ちょっと、あれなんで、これだな、ちょっと YouTube にして、ちょっと探索一回行って終わるか。うん。探索すんの？もう探索飽きてきた。でも本当に。探索飽きてきたな。ギルクやろうか。ちょっと YouTube に変えるわ。間に合わへんかった。申し訳ない、本当に。まあでも見てくれてるな。私多分含め、あと、ね、私一人見てるからさ。自分の配信。え、痛い。これ懐かしくない？左側のやつ。初心忘れべからずやからな。一番最初に。してた画面のあれやな。画面の大きさがだいぶ。ちょっと YouTube 変わる。YouTube 変えようか。よっしゃ、YouTube 行こう、みんなで。よっしゃ、レッツゴー。レッツゴー。なあ、大変やなあ。わあ、やばい、これ、何も喋らへんくなっちゃっ鈴た。島愛さん、あ、やっぱそうだ、喋る懐わ。かしい。鈴島愛さん、じゃあ YouTube で。お、やっぱ、ツイキャスも、棒読みいけるやん。読み上げ。これすごいよ。ツイキャスもいない。じゃあ、ちょっと YouTube 行こうか。でも、こっちの方が愛ちゃん、コメントできるんちゃう？え、どうする？どっちも変わらへんのよな。YouTube でしようが、何しようが。こっちだと愛ちゃん喋れるな。あ、どうしよう。悩むな。こっちにしようか。なあ。だって昨日もさ、何人ぐらいやったっけ？何人ぐらいやったっけ？何人かで言ってたよな。こっちにしようか。カテゴリーをちょっと変えてみたいな。これせっかく 4G やったのに。カテゴリーを変えるとこ知らんねよな どこでカテゴリー変えるのか。鈴島愛さん、ありゃ、ありがたや。え、なあ、そうやんな。こっちの方が喋れるんやんな。え、そうしよう。そうしようって言ってるし。カテゴリーどこで変えんねやろ。変えれやんのかな、これ。途中で、配信中に。いいけどさ、なんだっけ。あれやったら変えれるよな。スマホやったら変えれたよな、確かの。これどうやって変えんやろう。カテゴリー無理なんかな。よし。よくわからへんから、とりあえず、やるか。鈴島愛さん、でもみんなが見れるのは YouTube。ゆう。うんこやな。よっしゃ、どうしようかな。だってこれ、BGM も何の設定もされてないよ。なあ、すごい。新鮮やな。タイトルが群がれキャンベルの森になったの？これ。そろそろダサいのに気づこうか、キャンベル。キャンベル。そろそろダセいわ。これ使い方全く分かってない。このままでいいか。使い方が分かんねえやし。どこでタイトル変えるんやろ え、タイトルどこで変えんの、これ。変えりやんのかな、一回タイトルそのままで出しちゃったら。さあ、大変や。
群がれキャンベルの森か。記録やろ。ちょっと、違うのやろ。いつもと違う感じに。これ、ラーラーしか持ってないから。ちょっと、キリンダーで遊ぼうに。遊ぼうにさ。鈴島愛さん、雨さん登場。鈴島愛さん鈴島愛さん、これコピーしてさ、 URL 省略、 YouTube のさコミュニティに書いたらいいんちゃう。ちょっとだけツイキャスで今日やってますみたいな。あ、羅針くんが配信やっとる。何もありやったわ。何も挨拶してない最近挨拶してない、やばいな。姉さんって言われる。今日はツイキャスで、配信してます。モンハン 4G、 モンハン 4G 参加型って書いておこう。何よしよし、これでいいや。後で消したらいいやな。後で消したらいい。わし、これで多分通知入れてる人は来てくれてると思うわ。ディスコードにも貼っとこう。ディスコード。ディスコにも貼っといて。熱っ。急いで配信したのにさ。BGM がないんやけど、どうしよう。めっかはギルクやったら変わらんやろ。これでか。サムネやばいな、これ。知る人ぞ知るや。よっしゃ、やるか。まあ、キャンベルは、あいつはもう探索に引きこもりやでな、あいつ。ヒッキーやから。ほっとこうぜ。あいつのことなんかもう、ほっとこうぜ。これ武器何？生きってさ、生きってキリンダー体験なんてやる？合流するんやったっけこれ。ちょっと思い出しつつ、あ、せや、私これアイテムがないんや。セーブせんかったらいいんか。なあ、全部。で、アイテムなくなったら、もう一回、ホーム画面戻って、BGM が入ってないとやばい。やばい音がいっぱいする。うわ、やばいやん、これ。蜂蜜ないで。あ、待って。売ってない？ちょっと見ていこうか、蜂蜜。さすがに蜂蜜ないとやばいな。いや、なくなったら、おいよ。おるおる。売ってない？回復薬グレードなかったな。そう、アイテムがなかったんや、前。なんかそうやって言っとったような気がする。鈴島愛さん、やったね。過去の自分に万歳。ありがとう。これ、
YouTube とツイキャスどっちが見やすいんやろ。どんなんなんやろ、ツイキャスの私。ご飯食べた？ご飯食べてた？さっき。食べてたのか食べてないか分からへん。とりあえず行こうか。別に行こうかって言っとるけど、久しぶりやな。もういいのか、猫連れてこやんくても。これマップはどんなやったっけ？うん。どこまで覚えとるかやな。ちょっと、二途切するわ。どこまで覚えとるかやな。うんこにしとこう。あ、やばい。やばいわ。あ、もう終わったな。こんな開幕無理やわ。しかもこれ、140やろ？え、これ、キリンはどこに来んの？あ、なんかこっちの方やと見つからんつってなんかやってんだっけ？え、ラナちゃんを、おい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 。ダイソンや。今日も吸引力がすげえよ。吸い込まれてったな、このハンター。何やってんだよ。ちょ、多分なんか恥じ。今日もボリボリ。にゃー。多分、端っこでやっとったら見つからんってなんかやっとったような気がする。思い出せ。自分のクエストやろ？自分のクエストやんな、これ。まあ、私ぐらいのレベルまで行くと？別に？交流席なんて？期限切れたって？別に、交流席なんかいらねえから。足ぐらいになると。ごめんな。かってぇなぁ。かってぇわ。すげえかってぇ。開幕バグっとるじゃないや。もうなんかあんなことしとったらかやな、開幕でな。開幕って大事、ほんと大事。ここケツ。やった。当てらせろ！せやな、めちゃくちゃ使うだけ使って、セーブせんかったらいいんか。おい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 。どうしよう。フラグ瓶立ち。私ぐらいのレベルになるとこんなん、極限なんて、交流席なくても、楽勝ですよ。3分前。3分前の私。せやね、多分な、端っこで悩っとったらな、もしキリンが来ても、おーし、効率聞きたわ。どこでとこう。でもさ、腕がさ、別に硬くないからな、どっちでもなんか、ゴリゴリに来てくれるから、逆に、嬉しいっちゃ嬉しいけど。スリルの快感。ケツガラ空きだぞ。ほいほい。ほいほいほい。はいはい。もう、研ぎたい。よそ行くか。よそ行った時に、キリンが来たりするんよな。ここで研ぐか。ここしかねえな。シャワー入って速攻やで。しかも何も、何
あ、もう食べてないじゃ食べてない。どうしよう。ご飯どうしよう。もう食べやんとこか今日。私まだカレーせんべい食べてないよな。ドンキホーテで買ったやつ。リュウジさん、夜中に見るの。ありがとうございます。リュウジさん、ありがとうございます。コンペウェイ。夜中に見るの、そう。ちょっとなんかでも、覗き見してる感じしやへん。なんか夜に、こっそりさ。夜は夜でいいぞ。夜は夜の良さがある。あ、そっか。みんな明日休み？そんなことなくて。おい。めっちゃこれするやん。さん、やったナイス会場。な、やったたわ。移動すんだって。どこにキリンがおるかわからへんやんか。移動すんだって。どうしよう。あ、でもキリンおると思う。鈴島愛さん、どこ行くね。どこも行くな。俺のそばから離れんなや。俺の横おったらいいやんけ。え、待って、え、なんで怒らんかったん？これか？ちょっと、飛躍使いましょうか。キリンまでたどり着かへんな。これでもさ、ラージャンちょっと優しめじゃない？あ、まだ、なんか、ちょ、ゴリ追ってないな。見やんといて。見やんといて、さっきのやつなんか、惜しい。なんか空を切ってよな。ああ、そっち行ったらキリン来そうじゃない？おい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 。スライドパッド取れた。明日も仕事なよな。私、理想では今、タメさん入っとるつもりなんやけど。なんで振り落とした？なんで外振り落とした？いや、どうする？これ。どうやって倒しに入る？少し攻略しようや。作戦会議もやっぱ大事だと思うの。物事なんでもやっぱり、計画的に動いていかんと効率が悪くなったりしちゃうから。キリンまでたどり着くのが。キリン来やんの。あ、来た。あ、来たわ。あ、見つかった。どうしよう。あ、どうしような。ペイントボール持ってこればよかった。これさすがにまずいから。さよなら。逃げたわけじゃない。逃げたわけじゃない。これは、避難、逃げてない。こっちに何が来るかやな。今、こう入ったら、すごい、ダブルショッキングで、こんなの。こやんかな。交流席切れたやん。え、ちょっとだけ覗いてみるか。ちょっと待って。
帰りたい 帰りたい、これ。ええー、いけるかな。お、行くんか、キャンベル行くんか。ユージさん、なんとなく、足す、15、ケーキ。何くれたん？ケーキくれたん？もうやる。アダム、さん、今晩に。アダムさん、こんばんは。ユージさん、アレテーラ。もう決めた。心に決めた。この二人と、イチャラブする。三人で。アダム、サン、アリアナ、地獄やん、笑い。ユージさん、地余命獄ではない、30天秒で国やす。な。余命30秒？じゃあ30秒以上持ったら私は神になれるか？ちょっと移動してくれやんかな。これは絶対貯めれへん。絶対後ろから来るから。おいおいおい。あ、移動や。よし。どこ行ったやろ。リュウジさん、神じゃなくて神ですね。わだ。なんすか、それはペラペラっていうことですか。そんなわけない。もうこんなん。どれぐらいやってきたと思う。キリンとラージャンでしょ？あれ？鈴島愛さん、チャンス来た。3エリア行った。とりあえず行こうか。アダム、サン、稲妻のオンパレードや。キリンの攻撃はな、いいとして、まあ、ラージャンもいいとして。させろや。どうせ目の前におんねやろ。おお。で、キリン連れてくんねやろ。キリン来てユージさも、ん、ギリ。キリン来ても大丈夫なやつに、大丈夫な場所で戦わへん。大丈夫な場所なんかないか。あれだ、あれ？これでもどこで戦ってもキリン入ってきたら見つかるな。放牧はされへんと思うわ。草むしゃむしゃしてさ。ねえ、どうユージしさん、よう。きついな。鈴島愛さん、ありゃ。ここを攻略したらええなって。まあ、全部セーブせえへんかったら私のこのアイテムは全部なかったことになる。これさ、画面さ、横に長くない？なんか横に引っ張られてる感じしへん、これ。画面。ツイキャスやと横長くなってない？これ。え？キリン先倒す。でもこれラージャンもう来るよな。あ、どこ行った？これで同じとこおったら、一回帰ろう。え、違うエリアじゃないや、違うクエストやったら多分こんなにもみくちゃになれへんから。あ、ダメ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 。全然、もう。あ、でも広いしな。リュウジさん、殺しやすい方からやろう。どうしようかな。でもこうやってしてさ、キリンの攻撃が当たりつつさ、こうダメージがどんどん減ってもらってさ、そしたらいつかくたばるんちゃうかな。
待って。クエスト変えよう。スライドパッド取れそうやし。スライドパッドが取れそうなんだよ。きついよね。一回違うとこ行きたいのでも。やめろ。どうしよう。リュウジさん、諦めたらそこで試合終了ですよ。あ、始まった、そういうの。始まってよ。ま、アダム、50分あったら。まさに、叫んな、笑い。あ、どうしよう。まあでもなんか、いい感じっぽくない？いい感じっぽくない？ほらほらほら。ほら、ほらなんか、3人で争ってる感じするやん。ほら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 、なんかほら。あ、もう！片手剣が一番いいんやったっけ？体験も端っこでやったらよかったやったか。チッ。セーブしないよ。アイテム全部なくなっちゃうから。アダム。マジ何も持ってないね。ベースと変えようか。はい。あ、はい。鈴島愛さん。あ、はい。グラスワイン。え、やめよう、なんか、その、なんか、お通夜みたいな、なんか、そういう雰囲気、やめよう、なんか、クリアできへんくても、いいんやって、私は。え、なになに、どうしたみんな。え、クリア、するやつ。クリアするやつやな、スライドパッド取れてんねん、今。どうやってしなわさ、これ。もげてるわ。スライドパッツ。よし。行こうか。これどんなやったかな。これどんなやったかな。これは多分なんとなくあれやに大丈夫なやつやで、こればっかなんか配信でしてたような気がするな。どれも無理すぎてさ、基本さ4人で行って、このなんていうんやろ、やりやすい地形とかなんか配置とかなんかそんなの選んできたからなあ。アダム、サン、まあお茶でも、どうぞ。プラス、に、お茶。お茶ありがとう。先にキリンかラージャンかだけでだいぶ変わってくる。鈴島愛さん、プラス、に、お茶。お茶ありがとう。やばいな、このキリン。へえ。これ走った後のさ、ここで、あ、無理か。次何するか決まってないだかよな。決まっとったらさ、ずっと走っていくやん。で、その後にさ、タメさんとか入れてさ、バチーンとかやりたいけど。あ、せや、なんか探索機能、あのね、単体ラージャンの総中根出てさ、やったっけ？エリア、初期位置が悪かったな。残念や。アダムさんにあげれるかなと思ったけど。めっちゃこればっかするやん。あれ？
れちょっと待って、足ゲーム中に BGM なっとる。この今気づいた、キリンの音楽が流れとる。おい、これはか、こんなあかんよ、こんな間に合わよ。アダム、さん、立ち回り、まだまだ身体で覚えてますね、さすがやキャンベルさん。立ち回り？いた！体が覚えてますね。え、どういうこと？あ、これ、キリンってこと？え、でもワンパターンじゃない？でも。ユージさん、あ。どうしたん？みんななんかめっちゃすごい、オツ悪いような、気にしてくれるような。ありがとう。心配してくれてんねやんな。力尽きたのな。ありがとう。ラーちゃんと、ラーちゃんが小屋のことだけを祈って、私も思うけど。あー、金のお茶のやつ、リレーやりたかったな。あ、磨いてこればよかった。なあ。あ、これ時間忘れるな。リュウジさん、ちょっと待って。ねえよ。おやすみ。寝た方がいいと思う。鈴島愛さん、はすでに40分。え？嘘？やば。あかん、でも何も集中力も何もあらへんわ。ゲーム集中してない。集中するような、でも、もう集中しまくったでいいよ。もうこれ一回キリンやって、もし倒せってもう倒せへんくても、これでも終わろう。これラージャン全然こやんな。これはやりやすいよ、一人で。さっきの体験のやつな。先にラージャンおるしな。やっぱりあれ4人でやってナンバーで。まあ、そうやって選んできたらな、仕方ないよな。一人でラージャンとか。鈴島愛さん、明日もあるし。これラストが良いですね。そうそう、 PUBG やらなあかんねな。なんだかんだ起きとんで2時なんだかんだ起きとるわし。ほんとほんと、配信ずっといいけど、なかなかこんなさ、おわしーちょっと待って、よしじゃない。あと、もう一個、ラージャンおるわ。先にキリンと先にラージャンだけで、こんだけ違うやもんな。しんどかった、さっきの体験のやつ。これが武器が体験やったらいいのにな。まだ全然一人でやりやすいよな。と、私は思う。まだな。さっきのやつよか。先にだからさ、ラージャンやから良くないんちゃう？もう4人でやって前提やな。4人で行って4人か3人か2人か分からへんけど。結構早いでな、あれ。キリンくんの。移動した先におるっていうな。あれ何マップなんやろ？見てなかったし。これってどこがいいやろな、いつも食べるところ。でかっ。めっちゃエラーじゃん。神かよ。
あ、もう超神。お前好き。あ、もう、何このラージャン、マジ。どうした？優しさすぎ、これ、優しすぎやで。優しい。なんか、どうした？さっき負けたで、あれやろ、優しくなってくれたやろ。本当？めっちゃええラージャンなんやけど。モンタのアスカ文化アタックとか。くる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 。くるくるくる。あ、これ後ろ来た？ウィー。ウィーやー。あ、私、ツイキャスで言ってたさ、やつ、動画、撮ろうっつって、全然まだやな。ハロウィンって言ってたっけ？あ、10月最後？トリックオアトリートやな。お菓子くれって言わなか。お菓子くれ配信やろ。あ、仕事やった。やっぱりラージャンはさ、トリックオアトリート柄やからさ、危ない。ハロウィン向きやんな。あ、揺れるんや。あ、どうしよう、ここ迷うな。さっきの瞬間はちょっと迷うな。一回バット入れるか。暑かったな、今日も。35度。暑すぎやろ。当分暑いんやろか。台風がどっちゃらこっちゃらつって。ああ、また台風来るんやって。台風前のあの、なんてっけ、つい、ここ最近で来たやつな。あれ、ほんとやばかったな。台風そんなことなかったんやけど、直撃。台風の何日前やったかな？の、雨の量が、マジでやばかった。おし、なんか変なことしてる。どうしていいかわからんのよな。そう、これなんよな。ケツ。あいた。ああ、どうしよう。そんな気がしてた。スタミナないな。え、何分やっとんのか、どこで見れんのこれ。あ、でも50分って書いてある。え、もう50分もやったの。あれ。え、このクエストめっちゃええやん。もう神ってるな、これ。全部最短やん。誰のクエストこれ。誰のクエストって私や。神すぎ。あー、どうしようなー。アダム、サン、耐震なしでの立ち回り、シャスガです。耐震なしでの立ち回り？
ランさんに配信なんてつけたらあかんよ。え、あれやろ、危ない。配信抜きでさ、じゃあ耐震揺れる、揺れやんとさ、やろうと思ったら耐震つけたらあかんで。耐震抜かんと。私最初からつけてないよ。これ結構口酸っぱく言ってんねんけど。マジで。耐震なしで、ラジアンやろうと思ったら耐震一回でもつけたらあかへんで。どこで揺れるか、どの辺ぐらいまででやったらいけるかが分からへん。だから、わざと、この辺でどうやろうとかこう揺れてみたり。あ、これ結構真面目な話。私、耐震入りやんと、練習じゃないけど、もう、耐震込みのスキルを、太刀とかやったらまた別やで。太刀は多分耐震、とか、いると思う。途中でな、ジャキンジャキンってしようときに。あれやし、総中高もだっていらんくない？何やったっけ？何がいるんやったっけな？耐震ついとった方がいいの。太刀は、絶対、てか、あるとなしで全然違う。あとなんだっけな？わかんないや。アダム、さん、私はバリバリ耐震付きスキルやで。耐震抜いてみ？耐震抜いて、ちょっとやってみ、ちょっとっていうか、ずっとやってみ？もうこんなん、さすがですとかじゃないと思う。なんか普通になるよ。いや、でも耐震あったらあったでさ、ラージャンでもさ、ためが入るときあるんやんか。耐震、あってこそ、溜めれるところ。だから、パンチがバン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 って来たときに、最後揺れへんから、あそこで溜めさん入ったり。そう。でも、耐震ありのスキルと、なしのスキルとか作ってみて。でも、いちいちフレーム回避しやへんくてもさ、こうちゃ手数が多いやんか、総中婚やから。昔、こう、いい感じに枯れるような。って、私は思う。アダム、さん、耐震なしもやってるけど、ストレスだわ。ストレスやで。だって、一回一回、そのな、ダンってする前に、あれ？ダンってする前に、ほら、あれ？こっちだとんの？こう、くるんってせなあかへんからさ、私も。スタミナがないわ。でも好きな、あれ私、え？え？どこに行ったん？ロージョン。おらんくない？え？え、1で戦っといたの私。あ、寝た？あれ、これ寝とる？ん？なんでこんなとこ行くの？寝た？あれ？あ、そっか。え、私、どこで戦ってた？つった？あれ、これ寝るんじゃないの？あれ、なんでこっち来たん？ん？ん？あれ、私、さっきどこで戦ってた？一番先のエリアっちゃったっけ？一番最初のエリア。なんか話に夢中すぎて忘れてる。え、なんでここにおんの？うわ、すげえ。ゴリラみたいなことしとるやん。
ちょっと叫んだやつなぜやな。なんでこっち来たの。これはやばくない、これやばいと思うよ。おおやばいやばいやばい、ちょっと待って、いろいろやばい。鈴島愛さん、ゴリラの木、ま、ふ、で、の、なんでここ来てんの。寝るのここやったかな。ね、眠たいんかな、もう。え、眠たいの。ラージャン倒すのに大変やん。キリンちゃん簡単なのに。いいこと聞いてくれとったのにな。おれ！ここや！クオ！めっちゃ早いんやけど、ラージャン。揺れるやんか。痛い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 、いろいろ痛い。もう心も痛い心折れそうや。助けてみんな、部屋作るから助けに来て、みんなでやろうや、ギルクエやろうや、みんなで。さあ、いらっしゃい、私の秘密の小部屋へ。みんな DS、3DS は用意したかな？さあ、今から言うよ、パスワードをね。パスワード言うたら入れるんやけどもな。管理してくれ、この、しばし。鈴島愛さん、一緒に G で回しましょう。そうしよう。じゃあ、Z10 の、ちゃんと順番守って、時計回りちゃうよ。Z 回し。入った順にしとるけど、足。だから、はい。え、埋まって。え、なんていうの？だから、Z 順か。時計回りになるよね。旅立ってさ、もう。もういい加減旅立てさ。何分苦しめんねん。かっこいい片手剣出るかな。私でも散々さっき飛躍とかいっぱい使っちゃったわ。危ないよこれ。私経験上これ即死できるからな。ここもあかんよ。ここも、なんとかしてもらわんと。このガオガオタイムやめてもらわんと。こんばんは。あ、こんばんは。スイッチで配信始めたのですね。あ、始めてないです。今日たまたまね。懐かしい響きや。たまたまね、乗っちゃった。今日たまたまね、金のお茶でもらったから、11時ちょうどに配信してたら、その、ルーレットの参加ができるって言って、で、朝ツイキャスしとって、いっぱい金のお茶もらったから、じゃあ夜やろうって言っとったら、忘れとって、で、急いで、よっしょー！ありがとう、でも、匿名コメントめっちゃいいやろ、ツイキャス。これが結構いいことやな。YouTube とはまた違うっていう。そう、ツイッチ。あ、これツイッチじゃなかったわ。これつねてけ、これツイキャス。ツイッチはな、やってない。本当はツイッチの方がそのいっぱいゲームやってるやんか。やったね。みんな大好き鑑定画面だよ。みんな大好き鑑定画面やな。アダムさんナイスやで。匿名さん本当だ、誤解してた。笑。でもツイッチ配信は憧れるよな。ゲーム配信って言ったらもうさ、今もうツイッチ熱くない。そう。でも、ツイッチの使い方が分からへんくて、でも、ツイッチを使いこなせたら、マジですごい数のゲーム配信やってるから、その中のピッて、な、一人になれたら、
スイッチ。わからん。そのみんなのコメントのところも全部英語とかで出てくるから。英語読めへんし、どうしよう。ゴール出たらどうしよう。ゴール出たらどうしよう。ゴール出たらどうしよう。やる気あんのかも。140でこんだけ20分上映頑張ってよ。これかよ。え ?406 やって。これ使おうよ、大層波。これ使おうもん。覚醒でさ、あげちゃおう。睡眠あげちゃおう。で、白ちょっとなんか変な感じやけど、そんなの気にしやんと青でもザクザクいっちゃおう。さよなら。また今度。また来週。これでもモリモリしたらな。睡眠総研。あ、セーブしないよ。危ない危ない。アイテムめっちゃバカみたいに使っちゃった。倒せたね。21分かけて。21分かけて、あの、なんか、鑑定画面うざいな。大変よくできましたでしょう。とかないかな。な、たくさん頑張って長いこと戦ったんで、あなたは追加1個枠あげますね。ありがとう。21分も戦ってよかったよ。帰ります。じゃあまた。また今度もツイッチ配信するからみんな来てな。そう、ツイキャスもな、本当はいいの。こうやって匿名さんみたいにこれコメントくれるやんか。匿名でコメントできたり、匿名でこう、邪爆できたりするからさ。YouTube とまた違って、この、こっそり、匿名さん、できるから。LINE で告知してくれたら助かる。ほんと ?LINE で告知してくれたら。LINE するわ、じゃあ。鈴島愛さん、タス、さん。ありがとう。そう、ごめん。金のお茶ができひんかったな、せっかく。前もな、その、イベントのやつで、忘れとってさ、忘れとってとか、夜、こういうのも知らへんくて。タス、20、ありがとう。おー、ありがとう。アダム、3、モンハンやってるキャンベルさん、光ってたで。モンハンやってる、じゃあ、モンハンやってへん、キャンベルさん、光ってないってこと。みんな言う、だから。みんな、モンハンしろ、モンハンしろって。なん、私はいっぱいゲームしたい。まあ、あんまり言うてゲーム好きではない、得意ではない。こういうアクション入れるやつ。これは前から言っとんねんけど。ああ、じゃあ、モンハン以外で光ってないキャンベルを見に来てよ。見に来てよ、待ってるわ。その今日はたまたまその金のお茶をみんなで、な、ルーレットで、ちょっと回そうかなと思っとったけど、時間が遅くなっちゃったんで。つうことで解散しましょうか、みんな。ありがとう。YouTube は YouTube で。なんすか?アダム、さん、またツンデレなんだから。ツンデレじゃん、ツンデレじゃない。ほら、モンハンやってるキャンベルさん光ってたで、ありがとう。でも、モンハン以外やってへん、キャンベルさんは光ってへんの。これめっちゃ普通に当たってると思うけど。徳明さんありがとうございます。バッチもつけてもってありがとうございます。よかったね。ツイキャスは朝いつもやってるんで、仕事行くときはみんな、仕事行くお供でみんな、何聞いてくれとったり、コメント投げてくれとったりするから、とてもありがたい、そのツール。でも、この配信すると思わへんかったの。まだあんまり変わらへんか。YouTube と。そう、ツイキャスやってる人は、今日得したね。ほんと得した。これは公開にしといてもいいんじゃない?ずっと。ちょっと非公開のままやな、私も。その日その日でもう、なんか、一回。ありがとう。ありがとう。わよねよに。じゃあまたね、ありがとう。さん、お疲れライスやで。アイちゃんと喋れるのは結構レアやな。ツイキャスでやるとアイちゃんと喋れるんか。結構プラスアルファかもしれんな。じゃあ、なあ、強みかもしれへん。もしかしたら、俺またキャメルさんツイキャス配信ハマったんすかみたいな。っていうのが増えたら、なんか、内心そうやと思っとって、アイちゃんとちょっと喋れる。アイちゃんコメントしやすいよな、つって。
YouTube もなんかステアカ、YouTube、YouTube でステアカでまたコメントしてや、鈴島でなんかちょっとローマ字でいいから、鈴島っつって。ステアカが難しいか。じゃあありがとう、またね。おやすみ。私ちょっと PUBG やってから寝るわ。あ、よかったら PUBG 一緒に遊びませんか。じゃあまたね。じゃあまた、今度もまた光らせてもらうわ。モンハンやってる。なんか最近めっちゃ言われるわ。やっぱモンハンやって、モンハン。おやすみなさい。ではまた。あ、これあれや。なんかエンディングみたいな流せやんのか。なんすかなんすかまたね。YouTube でまた会おうな。YouTube なら何でもツイキャスでも何でも、うち来てや。遊びに来てや。ありがとう、みんな来てくれて、6人さん今見てくれてる人。その中の一人私やけど。じゃあ、またね。おやすみ。バイビー。バイビー。かっこ死語。